ハーバード・ケネディ・スクールは1936年に設立されたハーバード大学の公共政策大学院。設立当初の名称はグラデュエート・スクール・オブ・パブリック・アドミニストレーションであったが1966年に第35代大統領のジョン・ F ・ケネディの名を冠してハーバード・ジョン・ F ・ケネディ・スクール・オブ・ガバメントとなった。公共政策、国際開発分野における 世界最高のスクールの一つ。世界約90カ国から約900名が学んでおり、日本人入学者数は、各年度数名。ケネディスクールの特徴は、パブリックセクターにおける、リーダージップ育成、学際性理論と実践の融合を強調しているところである。学位課程は、機関カリキュラムが必須の公共政策学習士課程 職務経験もしくは修士号以上期取得者向けで、柔軟なカリキュラムが組める、公共経営学修士課程、国際開発に重心を置いた、公共経営学修士課程、MPA, ID, マスターイン i n Public Administration In, International Development, さらに相当期間の職務経験を有する、ミッドキャリア向けで1年コースの、 公共経営学習士課程に大別される。その他、都市計画について学ぶことができる、公共政策学習士課程や、PhD プログラムも用意されている。ハーバードロースクールやビジネススクールといった、ハーバード各大学院、MIT、フレッチャー法律外交大学院と、単位交換の提携をしており、履修可能な講座の幅広さが、 ケネディスクールの学際性の基礎を成している。アメリカの政権交代の際に見られるリボルビングドアの有力な人材供給源として知られており、近年の学長にはクリントン政権で国防次官補を務めたジョセフ内、クリントン政権で厚生省副長官を務めたデイビッド・ティエルウッドがいる。現学長はオバマ政権で 議会予算局の局長を務めたダグラス・エルメンドルフ。メリニアック、ダニエル、エイミー・オークス、スーザン・ピーターソン、アンド・マイケル・ジェ・ティアニー、インサイド・ザ・アイボリー・タワー。フォーリン・ポリシー、2013年10月3日閲覧。A.B. ハーバード・ケネディ・スクールでは、何をどう教えているか。2013年10月3日閲覧。ありがとうございます。